お世話になっております、マサルです。今回はデジタル証明書について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初に前回話したデジタル証明について復習します。その後、デジタル証明書とはの部分でデジタル証明書の概要を勉強したら、最後にデジタル証明書にはどのような内容が書かれているのか、その中身を見てみたいと思います。それでは始めていきましょう。前回はデジタル署名について勉強しました。デジタル署名という言葉を見たときには、作成者を保証するためのデジタルな印鑑であるというイメージをしてくださいという話をしました。印鑑が世界に一つの印鑑であれば、その書類に印鑑を押すことで、その書類の正当性を印鑑を押した人が保証したことになります。デジタル署名はまさに印鑑のような役割で、メッセージの改ざん有無と作成者の担保をしてくれます。作成者の担保ができれば、作成者がこのメッセージを作ったのは自分ではないという否認ができなくなります。つまりデジタル署名は否認防止の特性も含むことになります。繰り返しになりますが、デジタルの世界ではメッセージにデジタル署名をつけることで、メッセージの改ざん有無と作成者を担保することができます。ここが大切なところなので覚えておきましょう。少しデジタル署名の流れも思い出しておきましょう。まず送信者は公開鍵暗号方式を利用して鍵ペアを作成します。受信者は何らかの方法で送信者の公開鍵を取得します。送信者はメッセージを送るときに、メッセージだけを送るのではなく、デジタル署名も一緒に送ります。デジタル署名はメッセージをハッシュ処理して算出されたハッシュ値を秘密鍵を使って暗号化したものです。受信者はメッセージとデジタル署名を受け取ります。そして送信者と同じハッシュ処理を行い、ハッシュ値を求めます。デジタル署名は送信者の公開鍵を使って複合します。受信者が算出したハッシュ値とデジタル署名を公開鍵で複合して出てきたハッシュ値が一致していれば、送られてきたメッセージは改ざんされていないこと、さらに公開鍵を使って複合できたということは、この公開鍵の鍵ペアである秘密鍵を持つ作成者が作成したメッセージであると判断することができます。ポイントは、秘密鍵を持っているのは送信者だけなので、このデジタル署名を作れるのは秘密鍵を持っている人だけということ。さらに秘密鍵の鍵ペアである公開鍵を使って複合できたということは、公開鍵の鍵ペアである秘密鍵を持っている人が作ったデータであると判断することができるということです。デジタル署名の流れも思い出していただけましたでしょうか。このデジタル署名の流れは一見問題ないように見えますが、受信者が送信者の公開鍵を受け取るところに注目してください。多くの場合、インターネットを通じて送信者の公開鍵を受け取ることになります。インターネットは不特定多数の人が参加しているネットワークなので、無条件にインターネットから取得したデータを信頼することはできません。受信者は公開鍵を手に入れるときに、これが確かに正規の相手の公開鍵であることを確認する手段が必要です。その公開鍵の正当性を保証する手段が今回勉強するデジタル証明書です。それでは今回の本題、デジタル証明書を見ていきましょう。先ほどの説明と重複しますが、今問題になっている部分を整理します。デジタル署名はデータの完全性とメッセージの作成者を担保する技術です。受信者はデジタル署名を検証するために送信者の公開鍵を利用します。そこで受信者はインターネットから取得した公開鍵の正当性を検証する必要があります。もし公開鍵が成りすましされていた場合、正しくデジタル署名を検証することができません。ここまでが問題点の整理です。そこで公開鍵の正当性を保証するためにデジタル証明書を利用します。デジタル証明書を使えば公開鍵の正当性を保証することができます。大切なところなので繰り返します。デジタル証明書を利用することで公開鍵の正当性を保証することができる、ここが大切なところです。なお、デジタル証明書は場合や利用シーンによって様々な呼び名があります。公開鍵証明書、電子証明書、サーバー証明書、クライアント証明書、いろんな呼び方がありますが、その本質は公開鍵の正当性を保証することです。デジタル証明書を利用することで公開鍵の正当性を保証することができるとお伝えしましたが、どのように保証しているのか見ていきましょう。まずは A さんが公開鍵を公開するときには、デジタル証明書を使って公開します。
このデジタル証明書の中に公開鍵の情報が含まれています。試しに Google のデジタル証明書を見てください。このようにデジタル証明書の中に公開鍵の情報が入っていますよね。デジタル証明書の中には公開鍵自体の情報とその公開鍵の正当性を保証する様々な情報が入っています。もう少し詳しくデジタル証明書の中身を見てみましょう。デジタル証明書は X.509 というフォーマットで規格化されています。この中で特に大切な情報は所有者名の情報です。ここの情報はその公開鍵を使っているホストを表す情報なので、ここの情報が実際に利用しているホストと一致しないと有効なデジタル証明書として機能しません。身近な例で例えると、運転免許証の名前欄がまさこになっていたとしたら、まさるが利用しようとしても名前が一致していないので利用できませんよね。それと同じことです。さらにデジタル証明書には有効期間の情報が入っていることも覚えておきましょう。有効期間外になってしまうとデジタル証明書の効力がなくなり、信頼できない証明書と判断されて、ウェブブラウザ上に警告メッセージが表示されることがあります。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画も用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティではオフラインの勉強会、飲み会、朝会など様々なオフラインのイベントも用意しています。参加者さん同士で横のつながりを作れるように工夫しています。無料お試し期間も用意しています。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はデジタル証明書について勉強しましたね。デジタル署名と似た言葉なので最初は混乱するかもしれません。デジタル署名はデジタルな印鑑のようなもの。データと一緒に送ることでデータの改ざん有無、作成者を担保することができます。一方、今回勉強したデジタル証明書は公開鍵の正当性を保証するものでしたね。デジタル署名を検証するには公開鍵が必要です。公開鍵はインターネットから取得することになるので、公開鍵の正当性を保証する仕組みが必要。そこで利用するのがデジタル証明書。デジタル証明書の中には公開鍵の情報とその公開鍵の正当性を保証する情報が含まれていましたね。このように順序立てて理解すると覚えやすいかもしれません。それでは今回の動画ご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。